そして今日も新たな感染者が確認されました郡山市によりますと市内に住む20代の男性が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました男性は県外からお盆で帰省していまして市外の医療機関で PCR 検査を受け感染が確認されました これで県内の感染者は101人となり、郡山市では13人目の感染者となりました。市は午後7時から会見を開き、詳細について説明する予定です。